で、まあ、田奈地域っていうのは上水よりももっと相模川に近い地域ですけども、地域あっちは交通が不便なものですから電車がないんでね、伸ばしてくれよという動きがありますね。で、一方町田側がですね、平成19年7月からやっぱ協議会を作ってくれました。これは小山地区の自治会が中心だそうです。で、昨年の11月その小山地区のね協議会と相模原の、延伸協議会と一緒に共同の合同のですね勉強会を、開催したそうです。だからかなりね密接に連絡を取り始めているということを物語っていますね。そしてまあ昨年の12月今度はその小山田桜田地区の方々が署名を添えて、会を作ってね、署名を添えて、同じ可能性を伸ばしていると市長にですね、答申を出しているそうであります。まあ、そういった意味で市民の側もですね、熟度が高まってきているのかなというふうに思います。何よりもね、一歩引いていた、町田市の市側も、まあ、測量のところというか検討調査に入っているそうですので、まあ、これもやっぱり話としては進んでいくのかなというふうに思います。